はい、じゃあ、ペンと一人、フロッキーは持っていけましたね。では、準備運動からやっていきます。走り方にもフォームがあるように、実は書き方にもフォームがあります。ペンの持ち方、フロッキーの太い方で、を皆さん今日使っていただきます。太い方、パカッとしてください。黒いやつを出してください。お、やってください。ぜひ。でしょ、でしょ。ここで書いたものが、すごく後で
綺麗な線を書いたりとか綺麗な文字を書いたりということにつながります。皆さんかけてきているので早速どんどん行きましょう。ちょっと手を動かしながらでも聞いてください。前回の授業の内容をちょっと聞いたときにこんな質問がいくつか出てきました。どんなイラストが効果的とか、あと感情の絵の描き方を知りたい、顔の描き方のコツやトレーニングの方を知りたい、感触のコツを知りたい、この辺を今回まずやっていきます。まずはそこに行くためにも線をどんどん書いてみましょう。さっきやったような横線だったり縦線だったり波線だったりぐるぐるしたりいろんな文字を書いてみたり、とにかく今手元にあるエーサーを埋め尽くしてください。文字でも自分の名前よく出てきますので、自分の名前をこの持ち方で一旦きれいに書いてみましょう。四角、これ絵を描くのに基本となる図形ですね。どんどん描いてみましょう。四角はさっき皆さん描きましたね。どんどんこれも描いていって、起点や角度を変えて描いてみたり、大きさ変えて描いてみたり、どんどん描きましょう。四角も縦長だったり横長だったり、あと星だったり、とにかく描いてみましょう。で、次に丸や三角と四角をちょっと組み合わせて描いてみましょう。例えばですね、トイレとか家とかパソコン、これは平行四辺形の組み合わせですね。蝶々だったり矢印だったり。